フランシス・マリオンはアメリカの映画脚本家。サイレント映画から初期の陶器ーー映画まで約25年間で150本以上の脚本、原作、本案に参加し、アメリカ映画史上最も重要で尊敬されている脚本家の一人と認められている。本名フランシス・マリオン・オーウェンズ。カリフォルニア州サンフランシスコにてマリオン・ベンソン・オーウェンズとして生まれる。 彼女の生年月日は実際には不明であり、これは彼女の祖母が1888年生まれなら8、並びで幸運だとして修正固執したからである。名前の由来はアメリカ独立戦争の軍人フランシス・マリオンにちなんで付けられた。非常に早熟な女性で16歳頃にはすでに勇敢し、サンフランシスコエグザミナーの記者として働いていた。 モデルとしても、女優としても、そして、商業イラストレーターとしてもある、程度成功していた。しかもこの時までにはすでに2回の結婚と離婚を、繰り返していた。1914年から1915年、及び1918年から1919 19年、サンフランシスコエグザミナー氏の海外特派員として、第一次世界大戦の戦闘中のフランス戦線を、取材。 女性としては、史上初の前線での戦場特派員の一人である。1915年に、ロサンゼルスへ移り、映画会入りする。助手や女優をしながら、脚本家としてデビュー。すでに、メアリー・ピックフォードとは、新聞記者時代からの窮地の中で、彼女のお抱え脚本家として、ユナイテッドアーティスツ社などで脚本を量産し始める。ピックフォードとは、 友人としても芸術家としても、修正尊敬し合う中であった。早川節舟やその妻の青木鶴子とも交流があった1920年代、彼女は3番目の夫の出演作のために数本の映画の監督もしながらも、脚本家としての地位を着々と固めていく。1927年、新人だったクレタガルボのために、レフトルストイ原作、 アンナ・カレニナの脚色を手掛けるのをきっかけに、メトロゴールドウィン・ベイヤーの専属脚本家の地位につく。彼女は、1920年代末までに、当時の代表的なスターである、ピック・フォード、マリオン・デイビス、ロナルド・コールマン、ルドルフ・バレンティノらのために脚本を提供し、この時すでに全米一ギャラの高い脚本家となった。1930年、マリオンの最初の陶器映画に、 友人をニール原作のアンナ・クリスティを脚本化する。この作品はガルボ初のトーキーであるとともに60歳を超えて引退を考えたマリー・ドレスラーを見事に復帰させる。同じ年マリオン脚本ドレスラー主演の三劇の鳩場で第四回アカデミー賞主演女優賞を獲得する。この作品に共演していたオーレス・ビアリー主演の1930年ビッグ。 ハウスと1931年、チャンプの両作品において、脚本部門でアカデミー賞を自ら受賞した。1931年に彼女は4度目の結婚を、するが1年で離婚。1936年、急成したメトロゴールドウィンメイヤーの制作部長、アービング・タルバーグの後を引き継ぎ、当時世界最高の映画会社を支え続けた。彼女の関わった、脚本、原作、 本案作品には、ドラマ、コメディ、ロマンス、西部劇、冒険物、ミュージカル、犯罪物、家族向け、歴史物、ミステリー、戦争物、スポーツ物、電気、サスペンスなど、当時考えられていたほとんどのジャンルを網羅していた。1946年、彼女は、正式にメトロホールドウィン・メイヤーを引退し、USC 映画学部で更新の指導に当たるとともに、 自らも小説や物語を執筆し続け、修正執筆意欲は旺盛であった。1972年には回想録、オフ・ウィズ・ゼア・ハンズを出版後、カリフォルニア州ハリウッドで死去した。ありがとうございます。